皆さんこんにちは。偉人研究家の真山智之です。今日はトーマス・エジソンについてお話ししたいなと思います。エジソンといえば、まあ皆さんもご存知だと思うんですけれども、やはりこうアメリカの誇る発明王ですよね。生涯にわたってですね、約1300もの発明をしたというふうに、言われています。最もよく知られているのが白熱電球の改良ですね。まあもともと白熱電球というものはすでに発明されていたんですけれども、まあ、それは非常に短い時間しか使えなかったものをエジソンは改良して、普段の私たちの生活にも使えるようなやつに改良した。それがまず一番よく知られている功績です。まあ、その他にですね、いわゆる蓄音機ですね。人の声を録音するということをエジソンは初めにやった。これも非常に大きなことです。そして映画の撮影機を発明しています。そのためエジソンは映画の父なんていうふうにも呼ばれているんですね。なので、まあ、普通の、まあ、人であれば、まあ、何か一つ成し遂げれば偉人と言われるところをですね、まあ、エジソンは大きな3つの発明の他にも様々なものを編み出して、世の中を良くしていったというところで、まあ、世界的にも人気のある偉人だと言えるでしょう。そんなエジソンについてなんですけれども、やはりこれもよく知られてますけれども、小学校中退なんですよね。小学校すらもきちんと通えていないと言いますか、非常にエジソンというのはいたずらが好きで、いろんな素朴な質問をたくさんしてはですね、大人を困らせてしまうような子供だったんですね。困らせてしまうと言っても、まあそれ答えられない大人の方が本当は良くないんですけれども、いわゆる学校の先生の言うことを聞くというタイプの生徒ではなかったわけですよね。そしてですね、まあエジソンのいたずらとしてよく知られているのが、放火してしまうというね、自分の家の倉庫に火をつけてお父さんに激怒されています。まあ、当たり前ですよね。そこ、まあ、放火ですから。自分の家を放火して、非常に危ないことをして、お父さんに怒られていると。で、そこの時、まあ、父親はですね、エジソンの父親っていうのは結構、温厚な性格で知られているんですけれども、まあ、この時ばかりはすごく激怒してですね、町の広場に連れて行って、まあ、鞭で撃った。6歳の時なんですけれども、エジソンは自分の納屋に火をつけてこう言ったんですね。火がどんなことをするのか見たくて。まあ、実験の一つだったわけですよ、エジソンからすると。まあ、それは私もまあ今、子供いますけども、そんなので家に火つけられたらね、たまったもんじゃないですから、まあ、それはまあ、怒るわけですよね。まあ、そうやってそんないたずらばっかりしてたりとかですね、いろいろ教師に質問攻めにしてですね、空はなぜ青いのかとか、そういったことを言うもんですから、まあ、非常に疎まれたわけです、教師から。それで、ある時ですね、教師がですね、エジソンのことを頭が腐ってるというふうに、陰口を言ったのを、エジソン自身が聞いていて、それをお母さんに相談して、で、お母さんが怒ってですね、もうそんな小学校はやめなさいと、やめましょうということでですね、まあ、小学校を中退して、エジソンのお母さん、まあ、ナンシーって言うんですけれども、お母さんは元教師でしたから、自分がエジソンを教えるというところで、エジソンとお母さんとの一対一の教育が小学校の途中から始まって、まあ、それがエジソンの最終学歴ですから、まあ、中学卒業、高校卒業、っていうのは、まああると思うんですけど、最終学歴は小卒っていうのは、なかなか偉人の中でもそんなに多くはなくて、まあチャップリンなんかもそうかもしれないですけど、エジソンのほか、まあ日本でいう田中角栄ですかね、まあ超実践型と言ってもいいでしょう。そういった人っていうのは当然社会に出るのも早いわけですから、まあエジソンも早くから社会に出て、まあ働きながらですね、新聞の売り子をやったりとか、うん、様々な職業を経験して、発明家としての道を歩むわけですね。そしてですね、今日、まあエジソンのエピソードってたくさんあって、ちょっとここで語り始めると、ほんとキリがないんですけれども、私が一番印象的なエピソードっていうのを今日はご紹介したいなと思っていて、で、エジソンっていうのは非常にポジティブなんですよね。もうめちゃくちゃ前向きで、もちろん、偉人って呼ばれる人はそういった、前向きなパワーを持っている人っていうのが多いんですけれども、エジソンはその中でもピカイチ、前向きだと思いますね。それでですね、まあ、エジソンは13歳で実は耳がですね、少し不自由になってしまって、聞こえなくなってしまったんですよね。ですがですね、そのことについても非常にポジティブに取られていて、エジソン自身こういうこと言ってるんですね。自分は耳が不自由であるからこそ、蓄音機に精魂を傾けた。つまり、耳が悪いからこそ、そういう蓄音機の発明ができたんだと。そして、また、電話機を本当に使えるように改良できたのも、耳が聞こえないからこそできたことだと自負していると。まあそういったことを言ってですね。そういうハンディがあったからこそ、新たな発明につながったと。そしてですね、またね、こういうことも言ってるんですね。プライベートですね。婚約者を口説くときに、普通より相手のそばに近づくことができたと。耳が悪いわけですが、近づくことができると。まあそれをまあ逆手取ってですね、女性に接近できたというふうに言ってですね。それかつですね、結婚してからは、嫌なことを聞かなくても済んだと。
まあ、そういうあのユーモアあふれることを言ってるんですけれども、そんなエジソンは状況が悪くてもそこの中で何かプラスの要素を見つけるっていうのが非常に上手な人だったんだなというふうに思いますね。そしてあの僕が一番好きなエピソードっていうのが、エジソンが67歳の時のエピソードですね。エジソンはもうその時はすでにたくさんの発明をして研究所を作って研究員も抱えていたんですけれども、67歳の時に大火事が起きちゃうんですね。で、火事で工場が全部燃えてしまうんですよ。今まで作ったものであったりとか、もちろんそうですし、薬品であったりとか、そういう、まあ、原料ですよね。そういったもの、すべてが大火事でなくなってしまったんですね。これ自分に置き換えてみるとですね、まあ、67である程度、もうこれから、まあ、集大成じゃないですけども、いろんなものを集中して自分の好きなことだけ、まあ、エジソンってもともと好きなことしかやってないんですけど、まあ、さらにですね、環境も整って、一番いい時期に、すべてをなくすような火事にあったら、まあ、どう思うかっていうことなんですけども、エジソンはこう言ったんですね。これは素晴らしい言葉だと思うんですけども、こう言ってんですね。自分はまだ67歳でしかない。明日から早速ゼロからやり直す覚悟だ。まあ、この67歳でしかないっていう言葉もすごくいい言葉です。あのやっぱり何歳になっても人生やり直せるっていう強い意志を感じますよね。そしてゼロからやり直す覚悟だっていうのは、これ実はですね、何かをなくすことによって新たなことを始められるっていうプラスの面があるんですね。これもしも研究所が燃えてなければ。これをやめて新しい研究所を作るって結構な決意とリスクももちろんそうですし、いろんなこと考えてしまうんですけども、もう火事なくなってしまったらやるしかないわけですよ。で、結構そういうことって人生にあって、結構その辛い時っていうのは退路を断たれてしまうような時っていうのが人生の実は転換期だったりするんですね。なので、まあ火事なんていうのはまあ合わない方ももちろんいいわけですし、まあ不幸な目にはなるべく会いたくないなと僕も思いますし、自分の家族、友人もそう思うんですけれども、どうしても人生ってそういう病気も含め何か起きるのは当然なんですよね。それ起きるまでは自分に起きると思ってないことが起きるわけです。その時にどういうふうに考えるか、選択肢が狭まってしまうことをある意味決断のチャンスと捉えるというところがエジソンの考え方であり、学べることっていうのは非常に大きいんじゃないかなというふうに思います。なのでですね、またこれからですね、いろんなことがまた、皆さんもあるでしょうし、僕もあるでしょうけれども、その中で何かプラスの様子を見つけて、新たな行動につなげるチャンスというふうに変えていくのがいいんじゃないかなと、そういうふうに思います。はい、今日はですね、そんな形でエジソンの話をしました。エジソンについても、この4月に出る本の偉人、名言辞典、笠間書院から出る本が書いてますので、ぜひご興味あることはご覧になっていただければと思います。はい、どうも今日もありがとうございました。ぜひチャンネル登録していただいて、いいね、高評価を押していただけると励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。真山智之でした。